どうも FC 東京の室屋選手って図書館に似合うよね。でおなじみレオザフトボールでーす。さあ始まりました、トークザフットボール2本目。この2本目をですねきちんと調べまくったからですね、もう今日ね、チェルシー対ユナイテッドの分析ちょっと遅れちゃったみたいな言い訳は置いといて、まずコメントからいきましょう。また抜き1031さん、レオさんの話を聞いて J リーガーが寄せる守備があまり上手じゃないのは攻撃陣のレベルが低いから守備で寄せなくても怖くないからかなとも思いました。斉藤学選手のような前を向かせると点に直結するプレーをする選手がたくさん出てくると守備の意識も変わってくるのかなと感じました。これですね、僕思わず膝を打ちましたね。はい、確かにそうだと思います。そう思った理由もですね、今日のですね、今日ではないんですけど、僕が見たのが今日なだけで、FC 東京対浦和レッズの試合見たんですね。この試合の、失点シーンですね、それがですね、ラファエル・シューバ選手で、名前間違ってないような、合ってましたね、ラファエル・シューバ選手が、下がってきた、3トップのうちの一角の浦和レッズのラファ・シューバ選手が、下がってきてボールを受けて前を向いたところに対して FC 東京のセンターバックどっちも前に出れなかったんですね。で中途半端にですね前に出たところをそのラインのギャップを突かれて走り込んできた興梠選手に、ゴールを決められたんですけれども、これ前半からですねラファシルバ選手が3トップの真ん中から降りてくるときに、誰がついていくのか、また中盤のね、ダブルボランチの選手も両方とも上がっちゃったりですとか、そこのねセンターバックとボランチの間隔が空きすぎて、ラファシルバ選手に自由に使われたと。でこの選手が非常に個人技能力ありますので前向いたときにですね違いを作り出せる、そして得点に直結するって感じで、他の J リーガーだったらもしかしたらこういったプレーさせてもですねここまでピンチにならないのかなとかいうふうにも思いまして、まあこういった外国人選手の活躍ありましたけど、こういったプレーをするですね日本人選手、バイタルエリアで輝く選手が出てきたらですね、まあバイタル以外でもですけれども、すごくですね日本の対人守備ですね、まず前を向かせないっていうことが浸透していくのかなと。なんでこの試合ね見たハリドホジッチが満足しなかったって言ったのはそういった部分かなっていうふうに、そんな風に思いました。というわけで、今日はですねタイトルでお分かりの通りミラン特集ですね。ミラン、売却が決定しました、新しい会長がリー・ヨンホンさん、そしてですね、補強とか、まあ、そういった部分を司る最高責任者 CEO が、マルコ・ファッソーネさんというわけで、これでですね、まあ、その辺の経営とかごたごたなんかそのね、会社が実はですね、税金安いところを作っててマネーロンダリングの、匂いがするとか、その辺の話はね、まあ、大人がやることなんで一旦置いときまして、今回はですねワクワクする部分ミランの補強ですね、強いミランに戻るんじゃないか、一説にはですね、1億3000万ユーロですね、150億、補強資金夏にね当てるっていう風に言われてますんで、その辺に関して今回は考えていきたいっていう風に、そんな風に思います。まずですねミランの現メンバーこんな感じですね。はい、このメンバー誰が出されて、誰が残るのかっていうところでちょっとした記事見つけました。フットボールゾーンウェブさんの記事なんですけど、それによりますとですね、弟子入りがユベントスに移籍するかもしれないみたいな話ですとか、あとですね、ゴールキーパーが、誰を控えにするかわからないって話ですとか、あとポーリが、今季限りで契約満了になると、まあホンダもそうですね、その辺が出されるっていうのと、パシャリッチが買取オプションがなくて、買取機もそんなないんでチェルシー復帰するんじゃないかと、あとベルトラッチが、思ったほど活躍できず、故障で本領発揮もしていないので24億円で売られるんじゃないかっていうふうに言ってるんですけど、24億で、ベルトラッチのミランでの活躍見て取るチームがいるのかどうかが僕的には微妙だなって個人的に、思ってます。あとデウロヘウがね、バルサがどうするんだってところだったんですけど、今日ねもうバルセロナのスポーツディレクターがもう買い戻すっていう風に、公式にコメントしましたので、その辺でデオロヘはいなくなっちゃうだろうと。あとニアンを、ワトフォードが獲得するんじゃないかと、完全移籍で。であとオカンポスがもう保有権を持つマルセイユに、移るんじゃないかっていう、戻るんじゃないかっていうね、そういう話があります。まあこういった風にですね、まあ憶測の域は出ないんですけれども、現状の契約とかそういった話、その辺を踏まえまして、僕が来シーズンのねミランの、補強戦略、その辺を考えた、フォーメーション図作りました。こちらです。はい、新加入選手を予定しているところを黄色くしてみました。まずですね、こちらコメント紹介させてください。レン君、ドンナモンダ、ジャンルイジ、セスク、バデリ、グスタボ、が
補強候補に上がっていると思います。どんなもんだ、ジャンルイジってどんな選手なんでしょうね。今ねコメントを読む前に調べとけばよかったな。今のチームに必要なのは個人的にためを作れてソサより走れるセスクと、そこを守備の強度を上げるバデリがやはり取るのは正しいと思います。個人的に欲しいのはティーレマンスなど2列目でミドルをぶち込めてダイナミックにボールを持ち上げられる選手ですかね。パシャリッチも悪くないですが、そして野木さん、モンテンらしきはウィンガーを自由にさせてセンターフォワードに収められる選手がポイントっぽいです。ただバッカもラパドゥーラもラインの駆け引きをする選手なので少し手こずってますね。かっこ完全にフィットしてないわけではないのですが、なのでジルーやベンゼマがライカのメルカートに上がってきて、どちらも出場機会が少なくなってきて、ジダンがもらったかクリロナーを選ぶ可能性、かっこ、かっこはもう終わりですね、4本リーならグスタボとセスクを買うつもりでも買える値段だと思います。あ、ジルー3年契約延長してたんだったというわけで、まあこんな感じでモンテッラ監督が作りたいチームと、補強のね噂上がってる選手、その辺をねこういう風に上げていただいたんですけれども、モンテッラ監督のチーム調べたら、フィオレンティーナの頃は3バックをやっていまして、ウィングバックを高い位置に上げて、サイド攻撃と、あとですね当時はロッシがですねポストプレイヤー的なのもやりつつ点も決めつつっていう何でも屋的な選手をやっていたみたいですね。で、ユベントス戦逆転した試合とかだと途中から 4-1-2-3 にして、サイドアタックとポストプレイ使いつつ前線からプレスはめてみたいな、そんなチームだったんで、一応ですね、現状、そういったモンテッラの情報を集めつつ、ミラの戦力考えるとまだ3バックは厳しいかなって思いまして 4-1-2-3 のままにとりあえず、させていただきました。そんなところでですね1億3000万プラスですねニアを売るお金で得られるお金が1600万っていう風に一応調べたら出てきましたね。でバッカが3000万、まあ年齢的にもうちょっと落ちるかもしれないですけれども、この辺を考えると1億7000万っていう風に出ます。ただですね、買うより売る方が難しいって言われますので、このバッカが売れるかどうかによってもこの辺のね補強戦略変わってくると思います。まずですね、まあキーパーはいいとしてセンターバックロマニョーリの相方ですね、これですねロマニョーリの相方パレッタがやってますけれども、まあこの選手まあベテランでね、ポイントポイントで使うとして、あとゴメスサパタ、この辺はですねどっちか売られるっていう話になっていますね。そうなるとロマニョーリの相方で、噂ずっと上がってるのは、ビジャレアルのムサッキオですね。この選手の噂が上がってて、ムサッキオ自体は2500万で取れるって言われてますので、ミランにお金が、こう入ってきたら第一候補なんじゃないかと。そして左サイドバックアーセナルが獲得合意と言われてるコラシナツですが、ユベントスにも話が出ました。これぶっちゃけた話、いろんなチームがもうね、交渉してて、もうコラシナツがもうテーブルに並べて好きなとこ選べる状況だというふうに思いますんで、第一候補コラシナツですけれども誰来るか分かりません。一応希望としては、守備にねすごく、このフィジカルその高さをね活かせて頑張れるコラシナツがいて、空中戦も強くてっていうこういう選手がいるといいので、コラシナツを入れて、あとデシーリオ、アントネリオ、この控えを争う立場に一応させていただきました。アントネリオ放出の噂もありますけど、2016年のシーズン始まる前にですね、契約延長してるっていう風に出てますので、この辺、デシーリオ出た時よりもパフォーマンス安定してるっていう話もありますし、残しといて損はないかと。でですね、センターバックの控えとしても、デシーリオもともとユースの頃はセンターバックやってたって話もありまして、まあね、フィジカル的な強さなのかな、それでサイドバックになったのかもしれませんが、左サイドバックとしての動きがいいかっていうとそうではないので、このデシーリオの使い方、また右サイドバックがいいんでしょうけど、右サイドバックにはアバーテ・カラブリアがいますので、この辺のデシーリオ、売れるんだったらできるだけ高いお金で、24歳ですし、売りたいと思いますし、売れないんだったらこのデシーリオの使い方っていうのはミランのポイントになってくると思います。そして中盤ですね、グスタボ・バデリどっちが来るのか、ソサ・ロカテッリどっちもね、プレー面でちょっと軽いところがあったりとか、まあいろいろね、全幅の信頼を置くっていうまでにはいけてない感じなんで、本来ならロカテッリみたいにね、散らせるレジスタ的な選手が本格化するのがいいんですけれども、まあ来シーズンねそんな希望的観測で誰も飛んないっていうわけにはいかないと思いますんで、そういったところでグスタボ・バデリこういったね守備しつつバランス取りつつ、プレッシャー来なかったらある程度散らせるみたいな、そういった選手必要だと思います。でですね、2列目なんですけど、クツカみたいな働き者は絶対必要だと思うんですね。なんで片方はクツカで控えにベルトラッチ入れました。で、あと怪我から復帰する予定の、モントリーボ、この選手もね立夏ってなってますけど、この選手も一応ね、まあ、ミランの子さんでキャプテンですし、控えには入れてありまして、そのね2列目の、攻撃型の選手ですね、攻撃型のミッドフィルダー、ここの第一候補はセスクで、同じようなタイプでボールを持てて持ち上がれてパスできてミドルも打てるっていう感じだと、チャルハノール、あとオランダのねビルヘナだったりクラーセン、アヤックスと、フェイエノールと、まあこの辺のね
選手たち、この辺がいくらで取れるかっていうところは注目ポイントだと思います。一応ね、セスクは3000万と、見積もりまして、グスタボ1800万っていうふうに、見積もりました。バデリはこの間かなっていうふうに思います。でですね、裾の控え、そしてですね、ボナベントゥーラが戻ってきたら、この左のインサイドハーフと左のウィング、どちらもね、使われると思うんですけれども、コンディション次第でスタメンなのか控えなのか、これですね、やっぱりデウロフェウが抜けた後にどうなるかが一番のポイントだと思います。これ一旦置いとくとしまして、まずフォワードの話からしましょう。バッカが出ていった後のことを考えますと、フォワードでやっぱりですね、ポストプレーをしつつ点も取れるっていうですね、まあそういった何でも屋さん的な選手で、誰がいるのかっていうところで考えたところ、まずですね、ユナイテッドの契約が切れる、復帰にですね、前向きな発言もしてくれてたイブラヒモビッチ、それとですね、運動量は低いですけれども、ボール持てて得点力があるスターリッチ、あとですね、ミランで、非常にですね、結果も残してて、まあ、スペイン人でスソとかもいますし、イアゴアスパス。あとですね、これは、ビッグネームって感じに、今シーズンの活躍だったらなるのか、モデストですね、ケルンの。モデスト、60億のオファー中国から拒否したっていうのありますけど、年齢的に28、29で、ポストプレイできて点も取れるっていう感じですと、モデストなのかなっていうふうに思いまして、ただモデストの場合は大迫とかね、こう引き立ててあげる選手がいなきゃいけないんで、その辺でどうなるのかっていうところありますね。で、あとはチチャリートだったりですとか、イングランドの生活にもしかしたら馴染めないパターンあるかなと思ってガッピアディに入れたんですけど、まあ普通に考えたらないですね。まあこの辺でモデストを取るとしたら5000万ユーロ、ぐらいかなっていうふうに思いまして、モデスト以外の選手、でもばっかの代わりできるって言って、アスパス取ってきたり、スターリッチ取ってきても、反応微妙かなっていうふうに思いますんで、ちゃんと守備もしつつ攻撃もね、ちゃんと点取ってくれるみたいな感じで、ベロってほど高くない選手って言ったらモデストかなっていうふうに思ったんですけど、この辺皆さんの意見聞きたいですね。なんでこの辺のね、補強総額合わせますと、ムサッキョウ2500万、グスタボ1800万、セスク3000万、モデスト5000万で1億2300万になりますんで、バッカニアンを売ったお金、これを1億3000万にプラスした、1億7600万。まあ、これ計算しますと、まあ、簡単に言うと、使える金額、残り5300万なんですね。この残り5300万、60億ちょいですね。これで、両ウィング、これでウィング2枚取ってこなきゃいけないっていう、計算になります。そのウィングの、候補としましては、やはりデウロフェウのように、両サイドできて、なおかつ個人での突破能力がある選手。そうなると今思うとね、エルシャーラビを売ってしまったっていうのが、まあすごく苦しいところなんですけど、まあ仕方ないところでして。その辺で、誰になるのか。まあね、突破力っていうところ以外ですと、キックの精度とか、アシスト能力で言ったら、イングランドですけど、シグルズソンとかいいんですけど、イングランドの選手がわざわざね、イタリアに渡るかっていうと、そういうことないと思いますので、その辺でね、いろいろ調べたんですけど、あんま出てこなくて、オランダのね、クインシープロメスだったりですとか、あとですね、ラツィオのヘイタ・バルデ、あとベルナルデスキ、この選手もね、カットイン得意なイメージあったんですけど、フィオレンティーナで調べたら左サイドでも使われてるようなんで、この辺の選手をですね、この、5300万ユーロで、取ってこれるかどうなのか、まあ一人ね、若手の有望株って感じで、もう一人ビッグネームっていう風になると思うんですけど、まあその前線の補強費ですね、モデストに5000万使って言いましたけど、このモデストぐらいお金かけないとしても、この5000万プラス5300万、まあ1億300万ですね。バッカとかニアンが全部売れたとして、1億300万で前線のタレント2選手っていうのが、この今作った計算だと、正しいことになるんですけど、もしかしたらセスクだったりとか、バデリだったりムサッキョとか、この辺の選手、釣り上げられるかもしれませんし、コラシナツね、取れる可能性、ね、いろんなクラブが競合しますんで、低いと思いますんで、そうなると移籍金のかかる選手で、弟子入りとかアントネリよりも左サイドバックで守備を安定させられる、左サイドバックで守備を安定させられる選手が必要になってきますので、前線にもっとお金はかけられなくなると。なんでこういったところでね、まあ一番ね気になるのはこういう風に1億3000万ユーロ、用意してるって言うけど、FFP とかってこの場合どうなるんだろうみたいな、その辺の疑問は僕の中で、全然ね解決できないままなんですけども、こんな風にミランの補強は、がっつり、考えてみました。ぜひともね、ミラン詳しい方でもそうじゃない方でもね、単純な、気持ちでもいいんですよ。この人取ってきてほしいとか、まあそんな感じで、まあいろんな妄想も、しっかり、ちゃんとね、理論立てた分析もしっかり、いろんなねコメントで、このね下のコメント欄埋め尽くしていただけたら、幸いだと思います。幸いだと思います。幸いです。そんな感じでネオザフットボールでした。明日もお楽しみに。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。そしてコメント、チャンネル登録よろしくお願いします。他にもレオザ2フェイスの音楽とか、レオザゲーム TV のゲーム実況、こちらも気になるよという方は下のもっと見るから、ぜひ